その甘い香りと純白の花を咲かせることから幸せを呼ぶ。洗練、優雅、楽しい日々、とても幸せですという花言葉を持っているんですね。それだけ聞いても幸運を運んできてくれそうです。さあ、みんなで開運するよ。願いが叶っていくのりこちゃんねる、始まります。さて、この人はラッキーな人だなとかね、いつも運気が良さそうだなっていう人のほとんどには、実はある共通点があるんです。それは玄関に植物を置いているということ。玄関は人間と同じように運気の出入り口でもあるんですね。いわば家族全員の人生の運気の入り口ですから、家の中でもすんごく大事なエリアなんです。家族みんなが幸せであるように、幸運なエネルギーを招きたいなら、運気が喜ぶような玄関にすると喜んで入ってきてくれます。運気が喜ぶ玄関の特徴として、いつも掃除されていて綺麗であることは大前提なんですけど、他にもある観葉植物が置いてあると幸運なエネルギーはやってきてくれるんです。今日は幸運を招くために玄関に置くといい観葉植物をご紹介します。まず基本として、玄関に置くのであれば先が尖っていない葉の植物がおすすめです。先が尖っていても葉が上に伸びている植物であれば、逆に悪い気を追い払ってくれると言われるので、それは OK。 できたら幸運を象徴するような丸い形の葉っぱだったり、可愛らしい花をつけるような植物がいいです。で、トゲがある植物も避けるようにしてください。それからいつでも生き生きと元気な状態であるように植物のお世話をしましょう。気温や湿度、日光に敏感な植物もありますから、玄関の位置や地域の気候にも注意を払ってみてください。あとはお世話が面倒になるほどたくさんの植物を置くのではなくって、なるべくシンプルな玄関を心がける。植物があることでごちゃごちゃして見えたり、あまりにも生い茂っているような状態だと逆に運気は逃げてしまいます。では、ここからは具体的に玄関に置くといい観葉植物を6つご紹介したいと思います。まず1つ目は洋酒小判の木です。葉っぱが割と小ぶりで丸い形なのが可愛らしい植物なんですよね。で、特に葉っぱに白い線が入っているものがおすすめです。なぜかというと、葉に入っている白い線が家のエネルギーを上げてくれる効果があるからなんです。もし家の玄関が下り坂の途中にあったり、階段を少し降りたところに玄関の扉があるというお宅の場合は、家に向かうエネルギーも下がってしまうので、洋酒小判の木の鉢植えを玄関前に置くようにしましょう。玄関から入ってくるエネルギーを上げてくれます。そして玄関におすすめの2つ目の観葉植物は金のなる木です。観葉植物として認識されてますけど、本当は多肉植物の一種で葉っぱが肉厚なのが特徴なんです。金のなる木を置くとなぜいいのかという答えはその花言葉にあります。ズバリ幸運を招く、富、一攫千金という名前のごとく幸運を運んでくれる象徴の植物なんですね。コロンとして可愛らしい厚みのある葉っぱと白やピンクの可憐な花が咲いて、見た目も優しくて温かみがあるので縁起物として贈り物としても人気がありますよね。暑さにも寒さにも強くて丈夫で育てやすいので、割とどんな環境の玄関にも適してるかなと思います。縁起を招く家庭にしたいのなら金のなる木おすすめです。そして玄関に置くといい観葉植物の3つ目はドラセナです。ドラセナといっても50種類以上あるとされてるんですね。それぞれ葉の形や色に特徴があります。なんでドラセナがおすすめかというと、これもね、花言葉に注目するといいんですけど、幸福の木とされているからなんです。中でもドラセナ・マッサンゲアナという種類は縁起物の贈り物としても定評がある、幸せを運んでくれる植物なんです。あとは別名ミリオンバンブーであるドラセナ・サンデリアーナも幸福を呼んでくれる象徴です。昔から風水でも金運や開運アップ効果があるとして人気ですよね。サンデリアーナは葉っぱの色によって品種が分かれています。例えば家族の健康を上げたいなら、
白と緑のストライプのサンデリアナホワイトを、金をあげたいなら黄色と緑のストライプのサンデリアナゴールドを選んでみるのもおすすめです。そして玄関に置くといい植物の4つ目はクチナシです。ガーデニアとも呼ばれますね。金木犀と人長毛と並んで三大香木として人気があります。ちょうど6月頃から夏にかけて大きく花を咲かせて甘い香りを放っています。その甘い香りと純白の花を咲かせることから幸せを呼ぶ、洗練、優雅、楽しい日々、とても幸せですという花言葉を持っているんですね。それだけ聞いても幸運を運んできてくれそうです。ヨーロッパでは天国に咲く花とか天使が地上に降り立った時の花なんて言われ方もされているそうなんです。でも日本では語呂合わせから嫁の口がない、つまりお嫁に行けないとされて未婚の女性宅や女の子がいるお宅への贈り物としては避ける風習もあるそうです。とはいえ欧州では天使を連想とさせる縁起のいいハッピーな植物なので、もし口なしの香りが好きとか白い花を可愛いと思うのであれば玄関に置いておくと幸せを運んできてくれます。自分でね、口なしが好きかどうか判断して決めてみてね。そして玄関におすすめの植物の5つ目はスパティフィラムです。スパティフィラムがおすすめな理由、それは育て方が比較的簡単だからなんです。これ実はかなり大事なポイントなんですね。植物も命がありますから、もし育て方を失敗してしまったりちゃんとケアできないと枯れてしまいますよね。植物は枯れるとエネルギーも枯れてしまって吸い寄せられるように悪い気を引き寄せてしまうんです。なので植物に慣れていない人でも簡単に育てられて枯らさないで元気な状態を保つことが家に運気を招くかどうかの分かれ目になります。それから清らかな心を象徴する植物でもありますから、いつも穏やかで心地のいい家庭にしたい、お子さんに清らかに育ってほしいなどと思う場合は玄関にスパティフィラムを置くと特にいいです。そして玄関に置くといい植物の6つ目はアイビーです。アイビーをはじめとするツタ植物はすごく強い生命力を宿しています。そして枯れにくいことから永遠の愛の象徴とされているんですね。なので新婚さんのお家や新居の玄関にもおすすめです。アイビーは玄関に置くことで悪い気が家の中に入るのを防いで浄化してくれます。運気全体に働きかけてくれる強いパワーを持っている植物なので一家に一鉢のアイビーおすすめです。ただあまりにも生やしすぎてツタがダラーンと伸びてしまったりお手入れされていないように見えると運気は逃げてしまうので、あくまでもほどほどに生やすようにしてこまめにツタは剪定するようにしてくださいね。今日は幸運を招くために玄関におすすめの植物を6種類お伝えしました。気になる植物があったらぜひ取り入れてみてね。みんなもね、玄関にこの観葉植物を置いてる、これからこの観葉植物を買おうかなとか欲しいなっていうのがあったらこのコメント欄で教えてね。楽しみにしてます。それではみんなで最高のハッピーを手に入れようね。おまけ、いつもみんなありがとね。実はうちの観葉植物はうちの旦那様がお水をあげてるんですけど、先日ねドリップコーヒーの使った粉を乾かしてから水で薄めてその水を観葉植物にあげるといいよと聞いてあげてたんですよ。そしたらですね、めちゃくちゃびっくりするほど観葉植物が大きくなりました。この残ったコーヒーの粉のお水はすごいです。本当に作り方は残った粉を水分を飛ばすように乾かして、乾かしたら 1.5 リットルのペットボトルに入れて水を入れてその薄めた水をあげただけなんです。私も詳しくはわからないので調べてやってみてね。じゃあね。